六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のキメラジとペチと中年警告サクです。注文完了。お待ちましたでしょうか。デビュー30周年を記念して出されたココリコ遠藤さん著書の我が輩はアホであろう注文しました。気にならないかもということで、ペンディングトレイン最終回直前考察動画よ。はい、ということでいよいよね、今週金曜日に第10話といいますか最終回をね迎えるペンディングトレインなんですけども、まあ、前回がねすごい大うつかいでしたから、まだ調子悪いもん俺。なんかちょっとねちょっとね沈んでます。沈んでるよね。そう、今までがさすごい勇気をもらえる回だったから、それとかなり違ったので、それから1週間ね、みんな悶々と日々をね過ごしていた方も多かったんじゃないかなっていうね。でもね、このドラマはね、この3ヶ月間の間僕らに生きる希望を与えてくれたドラマなので、まあね、最終回言うとも大丈夫だと思うし、みんな大丈夫、5号車のみんなや他の人たちも、まあ、大丈夫だと思うので、もうこれ信じましょう。いや、ほんとそれしかないです。大丈夫大丈夫、もうこれ考察とかじゃなくて、もうそこについてはもう信じましょうってことで、なのでちょっと結末がねどうなるかについては前回のね第9話直後考察で語っているので、ちょっとねそちらをご覧いただければと思います。ということなので、今回のね最終話直前動画では、最終回でまあ回収されそうな、まあ、伏線といいますか、まあ、ちょっと気になる部分とかをねちょっと総ざらいしていきたいと思います。まあ、6話がね終わった後に僕らは一度折り返しのね伏線まとめを出したのですが、まあ、結構すでにね回収されていることも多いし、まあ、あの時点ではちょっとまだ分からなかったそのドラマのテイストというか、このねドラマっていうのは誰が生きて誰が死ぬとかいうとかはね全くないドラマですので、なんかそういった点には一切触れないですね。まあ、なので、ね、ちょっと意外とね、そんなにかなり数が多いというわけではないんですけどもね、やっぱまだまだ気になるところありますのでね、ぜひこの動画を見て最終回一緒に楽しみましょう。はい、ということでやっていきますけども、まあ、やっぱり基本的には1話が多かったですかね。まだ残ってるところで言うと、まあこれも何度話したかはわかんないですけども、サイがね、抱っこしている赤ちゃんは誰の子、そしてどういう状況なのっていうところですね。はい、まあ今のところっていうか、まあ前回のね、第9話で割と確信に変わったんですが、まあ、結局あれはサイの子ではなく、小春の子で、最終話予告でね、サイが第1話冒頭とね、同じ服を着ていたので、まあ、隕石落下直前にね、その避難している状況があの絵なのかなっていう感じですね。そうだね。で、振り返ったら直哉がいるっていうのが今の有力な考察かなと。小春が何してるかの方が気になってきたもんね。ああ、そうなんだよね。そう。なんで、サイが持ってるのか。そう、小春なんでどこ行ってんのっていうね、とこですよね。まあ、そこについてはね、なんか、それこそちょっと小春が病気なんじゃないかとかね、いろんな説もありますけども。まあでも小春が死んでるとかそういうのではないはずというか、ここに来てちょっと最終話までねそこまで落とすことはしないと思うので、まあやむを得ぬ事情でそうなってるっていうことでしょうかね。祭祀ですね。あ、祭祀はまた頭悪いのか、また勉強してるのがね。はい、続いてはですね、駅のホームで白杖を持つ老人の正体はということで、まあこれもねちょっと言おうか迷ったんですけども、多分絶対にコメントが来ると思ったので一応触れときますけども、まあこれはね結論から言うと結局何でもないと思いますね。なんかいろいろありましたよ。実は直哉なんじゃないかなとか、いろいろね、いろんな説ありましたけども、このドラマって、ね、SF 要素は本当にタイムワープのみで、他の要素っていうのは本当に最小限に留めてリアリティとか共感をできるように制作してる気がするんだよね。だからそのね、実はこの老人がカクカクしかじかって直哉でしたとか、なんかそういうようなことはしてこないって思うんだよね。これはあくまでドラマの流れとかを見てのことにはなるんですけども。なので普通に白杖を持った老人の方はただいただけっていう、まあいるしね、駅のホームに、それはもちろんいるんで、はい、特に何でもないかなと思いますね。はい、はい、で続いてはですね、同じく1話で8時23分発の5号車に乗っていた消えたサラリーマンはどこにっていうことですね。まあこれに関してもね、今出てきてないっていうことはもうないのかなという気はしてますね。まあなんか王様のねブランチで山田裕貴さんとかがこのね消えた男性について触れてたみたいなね声もありましたけども、まあそれを加味してもちょっとどうやって出てくるかっていうのがあまりにも想像つかないというか、多分ほとんどのライトに見てる視聴者の方って多分記憶にないと思うんだよね、っていうぐらいだと思うし、ちょっと最終回には荷が重いちょっとね結構ポカンとする気はしちゃうから、ここについてはなんかそのサラリーマンの男性っていうよりも同じ頃に消えたやっぱペットボトルの蓋、なんかあっちの方が重要だったのかなっていう気がしてて、もう2060年にあのね男性と同じ頃に消えたペットボトルの蓋が降ってきましたけども、なんかあれはねそのワームホールっていうのが2060年にも、まあ、未来にもまた現れるよっていうその示唆に過ぎないというか、なんかそういう演出として電車内で消えたペットボトルの蓋だとかサラリーマンっていうのがあったのかなと。で別にサラリーマンについては特に描かれなかったっ
ていう、そういう感じなのかなっていうふうに思いますね、うん、なんでまあその説でいくとサラリーマンの男性も2060年にポーンって上から降ってきたので、うん、まあ、お亡くなりになって、うわーおい死んだバンってなったのかな。そこ見たいわ。だいぶグロいでしょそこ、うん、でもまあまあまあそうじゃないにしても、まあ、ここは触れられないのかなっていうふうに思いますかね、うん、はい、はい、でここからちょっと1話とかではないんですけども、続いてはですね、未来に残った田中、山本、そしてチンピラたちはどうなるのかですね、うん、まあ、山本やね、チンピラは置いておいても、まあ、田中はちょっと戻ってきてほしいですね、うん、うん、やっぱ美穂のあの涙見たら、うん、そうだよ、ちょっと言うて田中もね、大切に思われているのが分かったし、うん、まあ、5号車の人っていうか、特に米ちゃんなんか田中のおっちゃんのこと大好きだからね、そうだよね、この2人はちょっと再会してほしいですね、うんうん、でまあね、以前もね、ここについて考察したけども、2060年にはまだ6号車の車両も残ってるし、緑の石もオーロラも、そして発電所もあるから、うん、帰れる条件は揃ってるんだよね、うん、そうそうそう、だからね、その5号車のみんながいなくなってしばらくして、まあ、田中のね、考えが変わって戻ろうと動いてくれればいいかなっていう感じに思うね。そうだね、うん、まあ、でもね、これもその2026年の隕石衝突を回避してしまうと、幸か不幸かタイムラインが分岐して、うん、田中たちの2060年っていうのは孤立してしまうので、うん、まあ、その前になんとか現代に戻る決断をしてほしいですね。はい、で続いてはですね、小惑星の衝突について蓮見が掴んだ新たな事実とはっていうところで、まあ、ここはちょっと次回予告に記載されているっていうだけなんですけども、はい、うん、これもね、まあ、前回の動画でも触れたんですが、まあ、おそらくね、これは未確認物体が落ちてきてる映像がありましたので、隕石が落ちてきてるんだっていう事実を掴んだっていうことなのかなと思いましたけどね。ハスミ大したことないのか。そうだからちょっとね、まあハスミの活躍っていうのがちょっと見えてこないんだよね。なんかすごいブツ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 言ってますけどね。そうよ、ひらめきそうな感じだけど、ハスミ、いや、なんでしょう、カチャカチャってやってたけど、うん、落ちてくるよだけだけだ、さすがに時空のひがみ。だからなんかね、前動画編集してて思ったけども、まあ、でもその隕石が落ちてくるっていうのを、まあ、観測して、でなんか安全な場所を蓮見が導き出すんじゃないかなって思ったけども、でやっぱ蓮見それだけだと時空関係なくなっちゃうんで、そうなんか安全な時空を見つけ出すのかなっていうか、おお、いいね、そうそうそう、時空に飛ばすことを考えるのかと、人々、いいじゃん、うん、そうすればその蓮見のそういったさ時空とかを研究してるってのも生きてくるし、世界救ってんじゃん、なんかそうかなりね功労者ではあるんだけども、だからこそやっぱその優斗がさ、全ての人はいけないしみたいなこと言ってるところにもつながって、割とその未来に行くのの制限が決まってるから、だから全員はいけないけどみたいなとこに繋がってくるのかな、全員、なるほどね、全員は救われないってことですか。まあちょっとそれもあれなんだけど、でも言ってたんだよね、あの優斗が予告でね、全ての人は逃げられない、俺はここに残るっていうふうに、そうか、うん、言ってたんで、まだその時諦めモードでしょ、まだ言うと、まあそういうことか、あれ終盤にしたら終わりだよ、あ、まあそういうことか、メンヘラモードでしょ、ごめんけど。まだそれなの。全然大丈夫、大丈夫かな、そう、まあ、でもなんかね、その安全な時空っていうのはちょっと、うんうん、このドラマっぽくもあるよね。そうだね、うん、はい、で続いてはですね、同じく次回のあらすじからなんですが、ヨネちゃん発案の動画とは何なのかっていうところですね、うんうん、まあ、この動画をねきっかけに事態は思わぬ方向へっていうふうにあるので、まあ、これについてもね、うん、前回考察しましたが、まあ、第9話でねネットの良くない部分が描かれたので、まあ、ヨネちゃんの動画の方はこれきっかけで世間がいい方向に動くのかなっていうところですかね、うん、うん、まあ、注意喚起してみんなが信じてくれるとか、まあそういう方向性ですね。はい、で続いてヨネちゃんに関連してなんですが、まあ、キング P さんとは一体何者なのかっていうところですね、うん、うん、これもね前回の直後動画で話題にしましたけども、あんまり変な方向に妄想しないでほしいなみたいな、あらコメントもいただきましたから、ね、まあいいでしょ別に、いいいいいい、いいでしょ、妄想は自由で楽しく妄想していいじゃない、そうですね、まあでも期待しちゃうかな、まあね、そうか、うん、夢見せないでよって悲しくなる、あ、確かにそういうあれもあるのかな、まあまあ期待してんだよ、まあね、これなんで前回みたいな考察をしたかというと、まあいわゆるね TBS 系列のドラマだし、まあジャニーズ同士だし、そして名前がキング P というね、うん、まあ、キング&プリンスを連想させる名前なので、まあ、今同じ TBS 系列のドラマラストマンに出演されている、まあ、永瀬廉さんが仮面を出演的な感じであるんじゃないかということですね、うん、うん、で僕らはこういうふうに思ったんですけども、同じように名前からこういった意見も出てますね、アキさんがですね、キング P 候補の法則だと同じ TBS ドラマの王様に捧ぐ薬指でキングと呼ばれている山田涼介さんもありです、確かに、ということで、ありそう、これもありそうだよね、本当に、確かにね、王様に捧ぐ薬指というね、今日最終回の TBS 系列のドラマがあるんですけども、その中で山田さんはまあキングと呼ばれていて、で、ね、ドラマの中でもゲームやってましたし、で、まあ、実際のね山田さんっていうのもゲーム好きなんだよね、そうだ、そう、だからそういったところからもまあファンサービスというか、うん、
そして今ね、こういうサプライズとかがあると SNS でめちゃくちゃバズりますからね。うん、だからまあそういったちょっとメタ的な部分だけど、ドラマのね注目度をアップさせるためにも、そういったカメラ出演みたいなのは期待できるのかなというふうには思いますかね。期待させないで。いやだから、そうだ、また怒られちゃう。身内にいたぞ。やめてほしいなと、ね、スパイが言われちゃうけど。これお前だったかこれ。結構つながるなっていう感じ、うんうん、まあつなげてる、まあそうな、な、取れるんだけども、いいじゃない、うん、まあつながりますからね。そう、つながっちゃうんだよね、そう。ってことはってやっぱ期待はしちゃうし、うん、期待はしてるんですか？だから冷静にね、もしそうじゃなかったとしたら、実はあの人でしたよ的なので、今そのさ、登場人物で思い当たる人っていないんだよね、あんまり。そうだね、うん、ハスミなんじゃないみたいなコメントもあったけどね。あ、あったけど、そんな感じはしないからね。うん、まあ確かにいないかも。いないんだよね、うんうん、でもなんかそもそもキングピー自体がさ、まあ、家でそこまで出てきてるわけじゃないから、うんうんうん、なんか実は登場人物でしたって言ってもなんかそんなに驚きないというか、うんうん、確かにね、だったらなんかね、そういったもうボーンとすごい人が出てきたみたいな方が、うんうんうん、割とインパクトが残るかなっていうふうには勝手に思ってるので、勝手に期待してるので、ね、うんうん、ちょっとキングピーが誰なのかっていうのが俺意外とそこが一番気になってるかもな、ね、今。うん、はい、ということで、まあね、今いろいろ上げてきましたけども、うん、まあね、今回上げなかった緑の石だとかオーロラとか、まあああいうのは、うん、回収はすでにされてんだよね、うん、割と、うん、ふわっとはしてるけども、そもそも現実ではありえない現象のねことなので、うんうんうん、今気になるのはこのくらいかなっていうところだし、まあ、エビちゃんの正体は、エビちゃん、ね、意外といたでしょ、エビちゃんって何なのみたいな、帰ってきたの、帰ってきてないの、 それもなんかそれもそう、それも結構気になってるし、あんなになんかね、すごいいろいろできて、うんうん、なんかただの人なわけがないみたいな、ね、うん、神様なんじゃないって言ってたの。そうそうそう、完全にみなりでしょって感じはするんだけども、そう、出てきたら嬉しい、出てきたら嬉しいけども、意外と結構みんなマニアックなとこね、うん、気になったりしてるし、まあなんで言ってもあとは恋愛面ですよね。確かにそうだ、うん、そう、そこがね結局どう落ち着くのか、やっぱ一番気になるのはユートですよね。いや本当よ、お好み焼き屋の子にもね、結婚相手ができて、すぐできますね、うん、ファイアボーイ、まあね、まあな、才にも振られてしまったということで、どう生きていくのかっていうね。いや本当だ、でさらには闇落ちもしてしまったわけじゃないですか、ちょっと結構かわいそうな状況ではあるので、はい、なんとかね、笑った顔がね最後見たいなっていうところで、うん、炎上系 YouTuber にだけならないんだやばいやばいやばい、そっち行っちゃって自分がされたからって やめてほしいけどね、本当に明るいね最後みたいなっていうところですね、はい、ということで最終回ね、我々リアルタイム生放送もねもちろんやりますのでね、ぜひ結末がどうなるのか一緒に見届けていただければなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録をお願いしますということで、フェチ、はい、最終回、エビちゃんがまさかの行動で何をしたでしょう。もう地球救えないと思って血迷ってタップダンス。ちっちゃいやつ、あのカードすごいちっちゃいな。